この研修では、和紙と澱粉糊を使った長期保存に適した簡易な補修の仕方を紹介します。研修では、5つの補修方法について学びます。テキストに載っている図書資料の各部名称、紙の目、使用する材料と道具については、適宜読んでおいてください。